大聖堂全体が、プラハ城の中に位置する南から望む、メインタワーとゴールデンゲート。ゴシック様式のメインタワーは、他のゴシック様式の境界と同様、バロック様式で仕上げられている、ブルタバ川上流から大聖堂と城を望む、大聖堂の正面とバラ窓。クロッシングからクワイアまで続くボールトのジグザグ模様、大聖堂内側の複雑なステンドグラスクワイアを、 支えるフライングバットレスと小戦闘をメインタワーから望む聖ビート大聖堂はチェコのプラハにある大聖堂でプラハ大司教の司教座聖堂である。大聖堂の正式名称は聖ビート、セイバーツラフ、聖ボイテフ大聖堂である。プラハ城の内側に位置し多くのボヘミア王の墓を有する。この大聖堂はゴシック建築の代表例であり、チェコで最も大きくて、 重要な教会である。正面に八十二メートルの二本の塔、中ほどに九十九メートルの手楼が立っている。大聖堂の内部は、天井の高さ三十四メートル、幅六十メートル、奥行き百二十四メートルの大空間である。大聖堂が現在ある場所に、最初の教会が建てられたのは九百二十五年のことで、 ボヘミア公のバーツラフ一世によって、初期ロマネスク様式のロトンダによく似た響きを持つ、名前の聖人を選んだともいう。二つの宗教人口は、キリスト教徒が増加し、土着の宗教人口は減少したが、少なくとも11世紀までは、プラハ城内に共存していた。1060年には、プラハに、司教区が置かれた。小さなロトンダでは熱心な信者に対応しきれなくなり、 スピチフニエフ2世は大規模な教会の建築に乗り出した。典型的ロマネスク様式のかなり大きなバシリカが同じ場所に建設された。まだ完全には解明されてはいないが、側廊が3本のバシリカとクワイアが2つ、西の翼廊につながる塔が1体という規模だと多くの専門家は考えている。大聖堂のデザインは神聖ローマ帝国のロマネスク様式であり、 ヒルデスハイムのセミカエル教会やシュパイアー、大聖堂に似ている。ロトンダの南アプスが新しい教会の東奥楼に取り込まれたのは、そこにセイバーツラフ、すなわちセイバーツラフの墓があったためで、彼はこの時からチェコの王子の守護聖人となった。司教の邸宅もまた新しい教会の南に建てられ、12世紀中頃にはかなり広げられて大きなものとなった。 現在のゴシック様式の大聖堂は1344年の11月21日に設立され、これより、プラハシ教区は、ヒロツカサ教区に挙げられた。その講演者には、大聖堂の主席主祭をリーダーとする、三次会、パルドビツエのアルノスとヒロツカサ教、とりわけ、ボヘミア王で神聖ローマ皇帝にもなった、カレル一世が挙げられる。カレルは、新しい大聖堂を、 即意識を行う、教会、一族の地下の骨堂、王国で最も貴重な異物な保管庫、そして守護聖人、バーツラフの最後の休息地であり、巡礼地となるよう取り計らった。最初の建築家として、フランス人アラスのマティアが、アビニョンの教皇長宮殿から召喚された。マティアは、フレンチゴシック様式を取り入れて、建物のレイアウト全般をデザインした。 例えば、新郎が3本のバシリカとフライングバットレス、短い翼炉、米が5つのクワイア、回廊のある十角形のアップス、放射状の礼拝室である。しかし彼の生前に建設されたのは、クワイアの東端の部分、アーケードと回廊だけであった。後期フレンチゴシックに特有な垂直性の乏しさ、固くななまでの大きさへの系統が彼の功績を今日に伝えている。 マティアが1352年に世を去ると、新しい建築家が大聖堂の仕事を引き継いだ。これが、ペトル・パルレーシュで、当時わずか23歳、シュバーベンのグミュントにある、ハイリゲン・クロイツ教会の建築家の息子だった。パルレーシュは、最初、前任者の残した計画通りに動いて、クワイアの北に世紀保管室を、南に、教会堂を作った。マティアが、 未完のまま残した部分を完成させると自分自身のアイデアに従って仕事を続けた。パルレーシュの大胆で革新的なデザインは建築にゴシック要素に新しい独特な風合いをもたらした。これが顕著に現れているのがクワイヤに彼がデザインしたボールトである。いわゆるパルレーシュのボールトもしくはネットボールトではクワイヤのベーを斜めに横切るリブが 古典的なゴシック様式の交差ボールトのように1本ではなく2本ある。網目状にリブが交差するためネットボールトと呼ばれボールトをかなり補強することができる。それらのリブが天井装飾にリズム感を生みボールトのベーと相まって大聖堂の長辺にダイナミックなジグザグパターンを生み出す。アラスのマティアが幾何学者として学問を収め、 上記のように厳密な均衡を強調して、数学的で明快な配置をデザインしたのに対し、パルレーシュは彫刻家兼木彫師として修行した。彼は建築を彫刻とみなし、まるで石の造形を楽しんでいるかのようだった。かなり大胆に作ったボールと以外にも、彼の作品の得意性は様々な箇所に見られる。ピラーのデザインは、 古典的な釣り金型の柱で、正規ゴシックではほぼ忘れ去られたものである。また新しいセイバーズラフレイハイドウの巧妙な丸天井のボールとクリアストーリーの壁の波型、バットレスの隠れたトレサリーのパネルの得意性も挙げられる。独自のトレサリーには常に異なった装飾が施されて二つとして同じものがない。パルレイシュが建設を担当している間は、コーベルや、 通路の窓の横木のように建築彫刻が重要視され、特にトリホリウムの胸像には王族や聖人、プラハの司教、パルレーシュ自身を含む二人の建築家の顔が彫られている。しかし大聖堂の作業の進行はかなり遅かった。皇帝はパルレーシュに他の多くのプロジェクトを大聖堂と同時期に課しており、プラハに新しくカレル教をかけたり、チェコ全域に、 多くの教会を建設したりしていたからである。1397年にペトル・パルレーシュが制去した時には、クワイアとヨクロー部分だけが完成していた。ペトル・パルレーシュの死後、彼の息子のベンツェル・パルレーシュとヨハン・パルレーシュが作業を引き継いだ。彼らの後は、名工、ペトリルクが引き継いだが、彼は、パルレーシュの工房の職人でもあったというのが、注目の一致するところである。 彼ら三人の名称の下、と、翼と南側の大塔が完成した。そして塔と南の翼牢をつなぐハフも完成した。通称ゴールデンゲート、上部に最後の審判の金色のモザイクがあるためそう呼ばれる。この門は王が即位式に臨むため大聖堂へと通り抜ける入り口である。建築過程すべては15世紀前半に起きた仏戦争の開始により停止した。 ほぼ一世紀にわたって確実な作業を続けてきた工房は戦争により活動を止め多くの絵や彫刻などの大聖堂の内装は不須派の製造破壊運動によってかなり被害を受けた。さらに1541年の大化が大聖堂にひどい損壊を与えた。おそらく大聖堂で最も有名な場所は生遺物が保管されたセーバーツラフレーハイドである。 1344年から1364年にかけてペトル・パルレーシュにより建設されリブボールトを有する。壁の下半分は1300以上もの半奇跡とキリストの受難が描かれた絵で美しく飾られ、その装飾のオリジナルは1372年から1373年に遡る。壁の上半分はセイバーツラフの生涯を描いた絵で、 1506年から1509年にかけて作成された。壁の中央部分には、ペトルの追いのインドリヒ・パルレーシュによって1373年に作成されたセイバーツラフのゴシック像がある。一般見学者は礼拝堂に近づくことはできないが、入り口から覗くことは可能である。鍵が7つついた小さなドアが礼拝堂の南西の隅にあり、ボヘミアの体幹式用。 クラウン・ジュエルの保管庫へとつながっている。次の世紀の間ずっと大聖堂は作りかけの状態で建っていた。翼廊と大塔は完成したが暫定的に壁で塞がれていた。側廊三本の新廊が立つはずの場所は木材屋根の建物になっていて、礼拝はクワイヤーの内側からそこで別に開かれた。大聖堂の建設を続けようといくつかの試みがなされたが、 ほとんどは失敗した。15世紀後半になると、ウラースロー2世は偉大なルネサンスゴシックの建築家、ベネディクトリードに大聖堂の建設を引き継ぐよう依頼した。しかし始まって、すぐに資金不足のため作業は打ち切られた。大聖堂を完成させようとする。その後の試みは、ルネサンスとバロックの要素をゴシックの建築に持ち込むばかりであった。最も顕著な例は、 南東の戦闘と北の浴牢にある大きなオルガンで明らかにバロック様式を示している。20世紀の建築家がネオゴシック的要素と並んで見られる1844年、プラハで開かれたドイツ人建築家の集会で、バーツラフペシーナはネオゴシック建築家のヨゼフ・クランナーと共に大聖堂の改築と完成の目指すプログラムを発表した。同じ年、 フラハの聖ビート大制度を完成させる連合が結成され、すべてが台無しになって、スタイルが不調和な状態から何とか脱却することを目指した。ヨゼフ・クランナーは1861年から1866年にかけて修復作業のほとんどを指揮し、不必要なバロックの装飾を取り除いて内装を補修していた。1870年にはついに振動の土台が、 新しく作られ、1873年に空、ランナーが用さると、建築家のヨセフ・モッカーが再建を引き継いだ。彼は、西のファサードに、典型的な正規ゴシックの様式で二つの塔を設計し、彼の死後も、そのデザインは、三人目にして、修復に携わった最後の建築家、カミル・ヒルベルトによって引き継がれた。入社のステンドグラスゼ・セッシオンのチェコの有名画家。 アルフォンスミューシが、神道の北部の窓を新しく装飾した。バラ窓は1925年から1927年にかけて、フランティセク・キセラによってデザインされた。この入り口上部のバラ窓は、聖書の創世記のシーンを表している。セイバー・ツラフの没後1000年に当たる1929年までに、イビート大聖堂はついに完成した。完成までには、 約600年が費やされたのであった。大聖堂の西半分全体がネオゴシック時代に追加されたにもかかわらず、ほとんどの修復にはペトル・パルレーシュが開発したデザイン要素を踏襲したため、大聖堂によく調和した統一感がもたらされた。セ備ビット大聖堂は中央の後期ゴシック様式の発展に大きな影響を及ぼした。パルレーシュの一族と工房のメンバーは、 セイビート大聖堂の建設過程で集団として確立され、中央全体で大変多くの教会や建物を設計した。顕著な例としては、ウィーンのシュテファン大聖堂、ストラスブール大聖堂、ザグレブのセイマルコ教会、また、チェコ国内でも、クトナアホラのセイバルバラ教会が挙げられる。スロベニア、北、クロアチア、オーストリア、チェコ、ポーランド、 南ドイツ地域のゴシックスタイルはすべてパルレイシュの設計に大きな影響を受けた。特に興味を引くのはパルレイシュのネットボールトである。中央の後期ゴシックは装飾的で風変わりなボールトで特徴を付けられるが、これはパルレイシュ自身がセービート大聖堂のクワイアで開発したボールトが始まりである。 別の地域で広まったゴシック様式も英国ゴシックで垂直様式といい、ボールとの設計に素晴らしい工夫と装飾が施される。残る疑問は何によって影響を受けたかである。英国の芸術家と歴史建築家の育人家は、ペトル・パルレーシュが人生のどの時点かで英国を訪れ、英国の大聖堂のゴシック建築を学んだ後、セイビートの建築に携わったのかもしれないと、 考えている。しかし、英国で垂直様式の利点が取り入れられ、大変贅沢にボールトが使用されるようになったのは14世紀のほぼ終わり頃からのことであり、プラハのセービート大聖堂の方こそが英国ゴシックの発展に影響したということも十分に考えられるのである。ありがとうございます。